あこです。今日はじゃあこちら新しく発見した低糖質スイーツを集めてみたので、こちらを実際に食べてみたいと思います。いろんなコンビニとかスーパーに行っていろいろね、あ、こんなの出てるんだ、こんなの出てるんだって、まあいろいろちょこちょこ買ってきて集めた結果こんな感じですね。一つ一つ紹介しながら味見をして、まあレビューをしてみたいと思います。はい、低糖質を手軽に買えるお店といえばローソンっていうことで、まずローソンで買ってきたものを紹介したいと思います。じゃん、こちらブランのカフェオレディニッシュ2個入り、1つ糖質 9.3g ということで、11月19日に新発売されたものだそうです。はい、こんな感じでちょっと割ってみます。おお、もちっとしてますね。あ、香りはローソンに売ってる他のこうツイストされたディニッシュと同じような香りがします。ほんのりこうカフェオレの香りがします。あ、美味しそう。ちょっと食べてみますね。いただきます。本当にほんのりカフェオレの味しますね。甘さはそんなにはなくて、まあ、これはスイーツっていうより、まあ、パン、朝ごはんとかにいいかもしれないですね。小麦粉も使ってるけれども、材質粉が入ってたりとか、これは砂糖は使われてないようですね。なので低糖質にできてるね。いやー、ローソンっていいですね。なんか次々と新しい低糖質パンが出てきてほんと嬉しい。ローソン大好き。はい、次もローソンの新発売なんですが、じゃん、こちらしっとり甘食2つ入り、糖質1つ 9.8g です。はい、小さい頃とか一度は食べたことあるんじゃないですか、こういう形の甘食。すごい甘くて美味しいですよね。娘もね好きで、たまに甘食あげるんですけど、それが低糖質になったってどういうことって思って、ちょっと食べてみたいと思います。定番の甘食よりちょっと小ぶりな感じですね。あー、いい香りがする。割るっと、あー、こんな感じ。おー、美味しそう。いただきます。あのカフェオレディニッシュよりも全然こっちの甘食の方が甘いです。なんでこれは低糖質にできてるかっていうと、小麦粉がだいぶ原材料の下に来てるので、小麦粉を少なめにして卵を多くして低糖質にしてるっていう感じですね。普通のあのよくある甘食はあれは糖質たっぷりだと思うんですが、あっちは結構小麦粉の密度がギュっていう感じですけど、こっちは空気が多いっていうかふんわりしてるっていう感じですね。美味しい。卵ボーロみたいな味ですね。美味しい。美味しいわ。甘味料はステビアとラカンカっていうことで、天然のゼロカロリー甘味料ですね。ステビアとラカンカって、そう、あの人工甘味料ではなくて天然甘味料ですね。まあ砂糖も入ってるんですけど、量が少ないから、まあ低糖質にできてるっていう感じですね。次、こちらブランのキャラメル蒸しケーキです。2つ入ってて1つ糖質が 8.7g です。これはつい最近の新発売ではないようなんですが、初めて見たのでちょっと買ってみました。ブランのねチーズ蒸しケーキが好きでよく買ってたんですが、最近はこのキャラメルバージョンになったみたいですね。へー、美味しそう。はい、こんな感じ割ってみます。シュッ、はい、こんな感じ。あー、いや、めっちゃ香りが、キャラメルの香りがして、いや、これは絶対美味しいやつだ。いただきます。キャラメルの香りはすっごい甘い香りなんですけど、実際食べて下にのせるとそこまですっごい甘いって感じでもない。意外とさっぱりしてますね、このキャラメル蒸しケーキ。ほんとさらっと食べられちゃう感じ。これはなぜ低糖質かというと、まあ、これも卵多めですね。糖質が低い卵が多く使われていて、あと大豆粉も使われてたり、小麦ふすまが使われてたり、まあ、小麦粉とか、まあ、砂糖も入ってはいるんですが、入れる量を少なめにして低糖質にしてるっていう感じですね。これも美味しいですね。
全部完食していっちゃうと後のやつがちょっとお腹いっぱいになっちゃって味がよくわからなくなっちゃうと思うんで少しずつ食べてます。次、こちらもローソン、ウランのミルクスコーン、これも2つ入りで1つあたり糖質 8.4g ということで、これも私初めて見たので買ってみました。ミルクスコーン、ホワイトチョコが入ったほんのり甘いミルク風味のブラウニースコーンです、ということで、はい、こんな感じ。このホワイトチョコのつぶつぶが入ってますね。割ってみます。おお、ふんわりしてる。思ったよりサクッてよりふんわりしてます。なんだろう、何の匂いだろう。なんかホワイトチョコの香りとかしなくて、普通にあの小麦粉たっぷりのパンを焼く時の香りがします。ちょっと食べてみます。うん、なんかちょっと半生っぽい、ね、これオーブントースターで追加で焼いて食べても美味しそうですね。うん、小麦粉と砂糖もちょっと入ってるけれども、まあ、そういう大豆粉とか小麦タンパク粉末を使うことによって低糖質にしているっていうやつですね。すごい小麦粉の味が強いと思います。なんかもう糖質制限してるけども小麦粉の味がとっても恋しいみたいな時にこれいいかもしれないです。なんかスコーンって私どっちかっていうとサクサクしてるイメージなんですが、これは結構しっとりしてますね。ローソンのこういうブランパンシリーズってこう小さいのが2つ入りで売ってたりして、1個だけ今日食べて明日またもう1個食べようみたいな感じにできるし、小さいサイズ2つ入ってるのってありがたいですね。いや、ほんとローソンって優秀。次はファミリーマートで買ってきた低糖質スイーツ食べたいと思います。じゃーん、こちら芳醇クリーミー杏仁豆腐、こんな感じの大きさなんですが、1カップ食べて糖質 8.7g ということです。はい、こんな感じで入ってます。杏仁豆腐のこの杏仁が香りってすごい幸せな香りじゃないですか。あー、美味しそう。はい、こんな感じ、いただきます。うん、あ、おいしい。いや、すごいおいしい。すごいおいしいです。卵、油、クリーム、まあ、砂糖も入ってるけども少ないようですね。甘味料はステビアっていうことです。低糖質スイーツって人工甘味料が使われていることが多いかなと思うんですが、この杏仁豆腐もローソンのブランパンも人工甘味料じゃなくてステビア、ステビアって甘い葉っぱなんですよね。ステビアっていう甘い葉っぱがあって、天然の甘味料だけど、カロリーゼロ、糖質ゼロっていう、まあ、天然の葉っぱ甘味料なんですけど、そういう天然を使ってるから化学調味料、化学甘味料よりはマシですよね。前ライザップは前普通に人工甘味料使ってた気がするんですけど、これはステビアが使われてるそうですね。あ、美味しい。普通の杏仁豆腐と何が違うかっていうと、少しだけプロテインっぽい味がする気はします。牛乳じゃない粉末のミルク、まあ、でもすっごい美味しいです。これ結構こんなたっぷり入ってるのに糖質 8.7g はかなり優秀だと思います。次、じゃん、こちら濃厚チーズケーキ、ダブルベリーソース、こんぐらいの大きさなんですが、こちら1つ食べて糖質 9.1g です。チーズケーキの割には賞味期限長いですね。10日ぐらい賞味期限あります。はい、こんな感じ。おー、美味しそう。いただきます。なんか予想外の味です。なんかこのベリーソースがあんまり好きじゃないかもしれない。ベリーじゃないとこだけ食べてみます。あ、美味しい。レアチーズの味がします。このベリーソースがいらないかもしれない。まあ、これは好き嫌いですよね。人によって好き嫌いあるかなっていう味です。このレアチーズの部分はすごい美味しいです。うん、次、これもライズアップ、ファミマのライズアップシリーズなんですが、ダイエットサポートバー、これはまあスイーツっていうかプロテインバーなんですが、まあ甘いのでスイーツ代わりに食べられるかなっていうことで今回スイーツとして買ってきました。はい、こんな感じで5つに分けられるようにできてますね。やっぱり少しずつ食べたい人がいるんでしょうね。いただきます。美味しい。このサクサクが大豆でできてるパフらしいです。大豆タンパク質とタピオカの粉が入ってるんですって。まあ、プロテインバーということで、ビタミン B1 とか B6、B2、
ビタミン A とか葉酸とか、まあ、いろんな14種類のビタミン、ミネラルが入っていて、まあ、高タンパクで低糖質っていうことで、運動していてで糖質も制限してるっていう方はいいですね、こういう美味しい甘いプロテインバー。美味しい、なんか普通にいちごのチョコとして食べちゃいますね、これは美味しい、うん、次は、セブンイレブンで買ってきたもの紹介します。シルビアの糖質 50% オフ、食物繊維入り紅茶ドーナツといちごドーナツです。はい、1つ食べて 8.3g、 こっちは 8.9g ということで、前に低糖質スイーツランキングっていう動画で、なんか私のおすすめの低糖質スイーツはこれっていう動画作ったことあったんですが、セブンイレブンで買える低糖質ドーナツを10位に選んだんですが、その低糖質ドーナツの新しい味、いちご味と紅茶味があったので、ちょっとね紹介したいなと思って買ってきました。すでに私これ食べたことありまして、ジャンキーななんかお菓子コーナーにあるドーナツが食べたいよっていう時はこのセブンイレブンの低糖質ドーナツおすすめです。で、ほんのり紅茶の味とほんのりいちごの香りがするっていう感じですね。まあ、どっちかっていうと私は紅茶の方が好きですが、まあこれは好みですね。今回セブンイレブンで買えるのはちょっと試食はしませんが、これもこういうのも新しいの出てるよっていう紹介でした。次はシャトレーゼの新発売、糖質 86% カットのムースケーキ、ショコロ&フランボワーズ。なんとこれ一つ食べて糖質 4.2g ということで、まあこれはシャトレーゼっていうお菓子屋さんの冷凍コーナーに糖質オフコーナーみたいなところがあって、そこにまあいろんなケーキとかシュークリームとか、まあ、チョコレートとか低糖質なスイーツが並んでるんですが、そこに新しいのが出たので、買ってみました。上がチョコレートでショコラムースがあって、フランボワーズムースがあって、ココアスポンジがあって、4層になってるお菓子みたいです。こんな感じです。でこれスプーンで食べるのかなこんな感じで出てきた。あ、これスプーンで食べるやつっぽいですね。上にナッツが乗ってますね。はい、じゃーん、いただきます。うーん、あ、美味しい、うん、上にかかってるチョコがめっちゃ美味しいです。なんか濃厚で、中のショコラムースとフランボワーズムースはすごい軽くてすぐ口の中で去ってなくなって、最後ね、チョコレートが舌に残るっていう感じ。ムースがすぐ口の中でなくなっちゃうんですけど、このナッツがあるので歯ごたえもあるっていう感じで、いいハーモニーっていう感じ美味しい。フランボワーズはなんかチョコレートを引き立たせるために入ってるっていう感じですね。こんなに甘いのにこれ1個食べて糖質 4.2g ってかなり低いですね。でもちゃんとしたケーキ屋さん、ちゃんとしたスイーツ屋さんなので味は美味しいっていう感じで、シャトレーゼはまあそこまで家の近くにあるっていう人少ないかもしれないんですが、家の近くにあって糖質、低糖質スイーツが食べたいっていう方はもうシャトレーゼがおすすめですね。美味しい、美味しいです。次、スーパーのお菓子コーナーとかにあるよっていうお菓子を買ってきたので、こちらを紹介したいと思います。じゃん、こちら自分思いのカントリーマームクリスピー糖質 50% オフ。ついにカントリーマームが低糖質を出してきたっていうことで、ちょっとこれ見て感動しました。美味しい糖質たっぷりのカントリーマームが低糖質なんですって。はい、こんな感じで入っていて、はい、こういう小分けにされたものが7枚入ってます。こんな感じ、もう見た目はカントリーマーム、チョコレートのカントリーマームと一緒な感じですね。いただきます。カントリーマームって柔らかいクッキーっていう感じですけど、この糖質オフのカントリーマームはすっごいサクサクしてます。カリカリっていう感じ。これは1枚食べて糖質 1.8g ですって。普通のカントリーマームよりやっぱり砂糖が少ない分すごい甘ったるいなーっていう感じはあんしないですね。どっちかっていうとチョコレートの苦みが勝ってるっていう感じのクッキーですね。食物繊維たっぷりっていうことで、まあちょっと罪悪感の少ないお菓子かなと思います。次、砂糖ゼロ糖類ゼロシュガーフリービスケットっていうことで、小麦粉使ってるけど、まあ、砂糖は入ってないから、まあ、砂糖制限してる人にはいいよってやつですね。ちょっと開けてみましょう。
あ、こんな感じ。あ、すごい結構いっぱい入ってる。こんな感じ。スノーっていう低糖質なクッキーありますけど、それぐらいの大きさで、なんか香りもそれに似てます。あ、美味しい、めっちゃ美味しいめっちゃ美味しいです。全粒粉の小麦も入ってるんですね。なんか香ばしくてすごい美味しいです。ちゃんと甘いし、小麦の味もしっかりしてるっていう感じですね。次、じゃん、こちらスナオのダブルチョコレートクリームサンドです。はい、スナオといえば、まあ、薬局とかスーパーとかで買える低糖質クッキーとか、低糖質アイスの、まあ、グリコのスナオ。はい、こんな感じで入ってて、こんな感じの小分けが6枚入ってるそうです。はい、こんな感じ。ココアのビスケット生地の間に、中にココアクリームが入ってるっていうか、クリームサンドです。1袋あたり糖質 4.5g か。ビスケットがすごいサクサクしてて、でも中のクリームもちゃんと甘くって、すごいガツンと甘いビスケット、クリームビスケットって感じです、うん、味はとっても美味しいです。はい、ということで今回は新たに見つけた低糖質スイーツを買ってきたので紹介しながら食べてみました。もうローソンのブラウンパンも、まあ、クッキー類とかも食物繊維が多いから結構お腹膨れますね。全部美味しかったですね。おすすめだなと思ったのは、まあ、ローソンの甘食と、ファミマの杏仁豆腐と、ファミマのダイエットサポートバーいちご味が特におすすめかなと思いました。お腹いっぱい低糖質スイーツいろいろ食べてみたいなって思ってる方の何かの参考になれば嬉しいです。いや、本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。